共に民主党の稲城代表は18日、菅議員首相による靖国神社への供物奉納と関連して、側近の河村建夫日韓議員連盟幹事長に遺憾を表明したと明らかにした。李楽淵代表はこの日午後、ソウルヨイドの国会で河村建夫幹事長と40分間にわたり非公開の会談を行い、直後に記者たちに遺憾を表明したと述べた。韓国の政界では前日、秋季例大祭を迎え、靖国神社に供物を奉納した菅議員首相の行動に対して批判する声が上がった。菅議員首相は、2012年12月に官房長官就任後、靖国神社を参拝したり、供物を奉納したりはしなかったが、この日新榊という供物を首相名義で奉納した。李楽淵代表によると、河村建夫幹事長はこれに対して、韓国と中国の批判はよくわかっているが、安倍晋三首相から続いてきた慣例とし菅議員首相も官房長官時代は参拝しなかったが、首相になったため前任の首相がすることを継承している。両国の批判はよくわかっていると答えた。年内に議員菅首相との会談実現の可能性について議論したかという質問には、していないと答えた。また、ユミョンヒ産業通商資源部通商交渉本部長の世界貿易機関事務総長選挙の支持要請と関連して、日本政府は決まっていないが、李楽淵代表からそのような要請があったということを受け付けると述べていたと伝えた。